一生こう持って割るんですね。一生こう持って、おっって言ったら折れちゃうんだから。折れちゃうんだよ。一生ね、手で割るんじゃなく一生持ってみる。それも折っちゃうのよ。それぐらい握力が強くなるよ。握力の強い人間がね、速さだけあればね、叩いたら必ず相手死ぬんだから。こういうことを念頭に置いてね、精進してもらえる。地上最強の、昨日も申し上げたように、地上最強のね、格闘技があると、そんなのがね、それはね、何でもない。空手だよ。その空手の中でも最強に強いのはね、極真だよ。バカだろ！言われることですが、大山先生ほど強ければこの世には怖いものなど存在しないでしょう。とんでもない怖いものだらけです。牛と戦った時、アメリカのプロレスラーやボクサー、ギャングなどと対決した時、私は怖さに震えたことを告白します。だが結果として常に私は勝ちました。真に強い人間とは、怖さを知っていながら、しかも人気を振り起こし、正義のためには自分力を傾けて、立ち向かっていけるものだと私は信じます。それから逃げて、逃げてしまえばすなわち弱虫に垂れ下がります。この神人への誓いを知るところに、体の一部修行があるんです。
薄力の達人が姉の農場で働いていた。満州の秋は短い。収穫が終わると間もなく冬将軍の到来を告げる寒風が吹きつける。赤土の粉が竜巻のように舞い狂う荒野で、マスタツ少年は走り飛び木の枝を蹴っていた。いえ、ああ、パイプ調達したね、ポーヤ。今度はもう一つ上の枝を狙え。3メートルだ。いえ、入った。ダメだな。またまた練習が足りない。少なくともこれくらいの飛び蹴りができなくてはな。僕、毎日練習してきっとその枝蹴り寄ってみせるよ。そうしたら本当に着陸を教えてくれるね。坊や、私は坊やが考えてるような強い男じゃないんだよ。本当は弱虫だ。嘘だい、じいさんは強いや。着陸の達人だってみんなが言ってるよ。いや違うんだ、私は修行の辛さについていけなかった弱虫なんだ。酒に溺れ修行をやめてしまった弱虫だから、私が教えてあげられるものは何もない。でもリーさんは飛び蹴りを教えてくれたじゃないか。坊や、君はきっと強い人間になる。ただ、どんなことがあっても弱音を吐いちゃいけない。くじけちゃダメだ。それから酒と女、これは坊やにはまだわからないだろうが、気をつけることだ。私のようになってはおしまいだからね。これか、私のお別れの言葉だ。リーさん、坊やの目には何か恐ろしいものがある。その鋭い目を他人にではなくて自分に向けなさい。では、さようなら。待ってよリーさん、本当に行ってしまうの？そう、私は渡り鳥みたいな季節労働者だからね、仕事が終われば行くより仕方がないんだよ。じゃあ来年また来てくれる？いや、今度は遠くの炭鉱で働く。坊やとも二度と会えないでしょう。ではこれで最後。リーさん、リーさん。男は涙を見せてはいけない。そんな暇があったら練習しなさい。リーさん、リーさん。
私は常日頃いつでもに若い者に言うことは、権利にこびるな、暴力に屈するな、金の奴隷になるな、それが男の中の男である。私たちは男にならなくちゃいけない。特に私たちは武道家である。それがために武道家であるだけに、武道というのは己に厳しく人に優しくするのが武道である。ここまで来るのにはいろいろね、紆余曲折ありました。いろいろ極真空手は、あれは空手じゃない、あれはまるきり喧嘩だ、喧嘩空手だ、邪道空手だ、はみ出した空手だ、力の空手である、ぶち壊しの空手である、あんなものは空手じゃないと指南皇后とありましたがね、現在私のやることをそのまんま、他の今まで指南した連中がそのままね、それを今やっています。私は常にね、風車よりもね、新車、貧しい人、金持ちよりはにしてもね、貧しい人の味方、弱い強い人間よりはね、弱い人間の味方、多数よりは少数の味方になるのがね、私のね、これはね、私の死ぬまでの信念です。日本人のね、古武道である空手がどんなものかを君に見せてあげるんだが、万一これが私が完成したら、お前は私の子分になるよと、それを S 役に、その代わり私の子分になったりと、私の命令は絶対に聞かなくちゃダメだよと。そうだったら S 役はそれを言ったら、お経け、お経は私もわかるから、お経けと言うんですね。よろしい。それじゃね、コカ・コーラ瓶をね、12を並べと。だから両側に並べておいた方がいいです。こちらに6本、こちらに6本。それで息を整えて、とにかく息を整えてから、
うわーっと気合いかけると当人バン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 と切ったらね、12音のうちに9本が切れちゃった。3本が吹っ飛んでしまったわけよね。そうするとね、そこのね、アメリカのプロレスラーがね、全部四五人がおったプロレスがね、オーマイガード、オーガーヘンド、彼らが作ってくれたんですよ。それがね、ゴッドハンドの、あのゴッドハンドの始まりです。一つ我々は一つ我々は神仏を尊び
ぞ、おい。近所の男を忘れたろうと。近所の男を忘れたろうと。一つ我々は。一つ我々は。生徒体力と向上させ。生徒体力と向上させ。ことに臨んで謝らざること。ことに臨んで謝らざること。一つ我々は。一つ我々は。生涯の修行を体の道に通じ。生涯の修行を体の道に通じ。極真の道を全うすること。極真の道を全うすること。やりたい。はい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 違うよ、足が違うよ。稽古していないんだな。足が交差しなくちゃいけないじゃないのよ。さあ、バカモン。延長に行った時に3回延長行った時にはもうスタミナだよ。よし、もうこれぐらいで封するな。三平の精神が必要だよ。
らも。もう自分の胸に救うのがあの本当だから、わかった？一撃で倒すっていうような気持ちで、わかった？だから力の強弱、力の入れ方、それが一番大事。はい、蹴りたい。それで試合の時には平常心で試合をやる。